今話題の16時間断食ダイエット、これは本当に効果があるんですよ。ただいかがですか、16時間もお食事我慢したのに失敗しちゃったって嫌ですよね。そこでこの動画をご覧いただきますと、頑張った16時間のダイエットの成功させるコツですね、失敗しないコツが分かりますので、ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。腸活への一歩があなたの明日を変えてくれるんですよ。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととっても嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、私が取り組んでおりますこの腸活ダイエット、今すぐあなたもできる動画4本無料でプレゼントさせていただいております。ぜひそちらの動画もお役立ていただければと思います。それでは早速本題に入ってまいりましょう。まず1つ目の項目はこちらです。なぜ16時間断食ダイエットを成功させることができるのかというそのポイントなんですが、それはあなたの腸内環境を整えるからなんですよ。いかがですか、16時間も食事しなかった後に最初に食べてしまうものが腸を汚してしまうものであったり、腸にすごく負担をかけるものであったり、そういったものをまず最初に召し上がってしまうと、せっかく頑張った16時間断食ダイエットがですね、もう失敗してしまうんですよ。なぜかというと、そういったものを食べてしまうとあなたが太る体質になってしまうからなんです。そこでじゃあどうすればよいのかということで、こちらです。まずは断食明けのお食事は無添加であることがね、とっても大切なんです。なぜかと言いますと、その添加物が入ったものを食べてしまうとあなたの腸内環境が乱れてしまって、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちが元気にですね住み続けることができなくなってしまうからなんですよね。これとても危険です。またその添加物は何でしょうということで、いろいろある中で私が特に気をつけていただきたいのはこちらです。原材料をですねチェックしていただきますと、調味料かっこアミノ酸などと書いてあるこの表示しているものが実は化学調味料なんですよ。よく見てください。今あなたのご自宅に置いてある食材の原材料を見てみてください。調味料系とかドレッシングとかお菓子系とかもこれほとんど入ってるんですよ。本当に気をつけないと入ってます。ですからこういったものが入っていないものをやっぱり断食明けには召し上がる必要があるんですよ。だって空っぽになった臓器にいきなりこんなものを入れてしまうと、もう腸がびっくり仰天ですからね。何なのみたいな、こんなもの入ってきたってね、もうキーって怒っちゃいますよ。そしてますます太ってしまうわけです。ですからここは必ずチェックポイント。また頑張ってね16時間食べなかったで、やっぱりちょっとあのお菓子残ってたから食べたいとか食べてしまうと、そのお菓子の中にもですね、もしかしたら糖質ゼロだからいいよねとか、カロリーオフだからいいよねって買ってたようなおやつが実は危険なんです。なぜかというと、それは人工甘味料だからなんです。そういったものを空腹の時にいきなり食べてしまうと、もうですね同じですよ、腸がキーってなりますから、絶対に特に、まあ、普段からも召し上がってもらいたくはないんですが、特に断食明けなんかは絶対やめてくださいね。やめましょうっていうことです。それだけやはり私はあなたの16時間の断食ダイエットを成功させてもらいたいから、この動画を通してお伝えしているわけなんですね。それだけあなたの腸内環境が良くないと、いくら時々16時間の断食ダイエットを頑張ったとしても、また元に戻ってしまうわけですから。なので痩せるポイントは腸内環境を整えているかどうかっていうところがポイントになってくるんですよ。そこで2つ目の項目に入ります。何をすれば16時間断食を成功させることができるのかということで、具体的な方法をお伝えしていきたいと思います。その前にちょっとですね、軽くここで16時間ダイエットご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、軽くねお伝えしたいと思います。方法です。要はね、プチファスティングなんです。プチ断食のことです。それは何かと言いますと、空腹時間を16時間以上作りましょうねというダイエット法になるんですよ。簡単にお伝えすると、
ただ日中16時間空腹って難しいじゃないですか。そこで私がおすすめしているのは、あなたの睡眠時間7、8時間プラスその前後の時間、数時間を使ってうまく足して16時間にしちゃいましょうねっていうことなんですよね。例えばあなたが8時間しっかり寝る日を作ったとしたら、その前後のいいですか、いかがでしょうか、4時間4時間さえ空腹にすればいいわけなんですよ。そう思うとそんなに大変じゃないですよね。4+4+8 で16時間なわけです。そしてその16時間、その空腹時間を意図的にですよ、ここで作るんですけれども、脂肪がだんだん燃焼してくるのはね、空腹の10時間以上経ってからって言われてます。なので結局長ければ長いほどいいわけですよ。16時間以上取った方がそれはもうちょっと燃えてくれるわけですから、できる日はもっと作ってもいいと思うんですよ。でまた16時間以上経つと何がいいかというと、このオートファジーという効果が働いて細胞が生まれ変わって、あなたはもう細胞レベルからもどんどんですね若返ることができるんですよということなんですね。ただしこのオートファジーっていうのはいつも働いてくれるわけじゃないんですよ。空腹時間の時しか働かない、しかも16時間以上経ってないとこの機能がピンとね、スイッチオンにこうならないわけですよね。オフのまんま。なのでオフのまんま頑張るよりはやっぱり16時間ぐらい頑張った方がどうせするならいいですよね、ということで16時間なんですよ。で古い細胞を材料に、とにかく体の中にある溜まってしまったいらないタンパク質、こう古くらいの細胞とか傷んだ細胞とか、そういったのをかき集めて体内で新たなタンパク質を作っちゃうっていうすごい機能なんですよね。なので外から無理に食べなくったって、私たちは実は16時間空腹時間を作っちゃうことで、なんと体のいらないゴミみたいなタンパク質をですよかき集めて、要はリサイクル、タンパク質が食べなくったってできちゃうっていう、そもそも機能を持っていましたっていうことなんですよね。これすごくないですか。なのでもちろんお食事からタンパク質をのも大事なんですけれども、この機能を使ってご自分の体の中で常にリサイクルするタンパク質も作る方が痩せますし、しかも若返ることができますよってことなので、この16時間のプチ断食ダイエットをされるとより効果が高まるんですよっていうのが、この断食の方法なんですよね。ではいよいよここから3つ目の項目に入りましょうね。どのようにすればその16時間の断食ダイエットを成功させることができるのかっていう、そのすごく大事な大事なポイントがあるんですよ。もちろんそのプチ断食、16時間断食をするだけでも先ほど項目2でお伝えしたような効果があるんですが、そのですね断食が終わった直後の召し上がるお食事がものすごく大事なんです。ここを間違ってしまうと、せっかくの16時間頑張った食事抜きの時間を無駄にしてしまいかねない事態になってしまうんですよね。それは何かと言いますと、この16時間断食明けに一番最初に口にする食べ物は何がいいと思いますか？そうなんですよ。それはですね、とにかく消化に良いものをゆっくりとよく噛んでがポイントになるんですよね。なので私は今からご紹介するこの食べ物ですよね、あなたにお伝えするもの以外にもいろんなものを取り組んではいるんですけれども、今回はもう誰にでも簡単に時間をかけずにですね、この16時間断食を成功させるものを3つ選んできましたので、今からランキング形式でお伝えして終わっていきますね。まず第3位はこちらです。もち麦のおかゆになります。あのおかゆがねいいんです。その糖質だからね大丈夫なのって思うかもしれませんけれども、やはり16時間も抜いてきてるわけですから、良質の糖質はやっぱり必要になりますよね。エネルギー源ですから。なのでその時にですね、やっぱりその栄養がないそぎ落とした白米をほかほかの白米に頑張って我慢したから食べちゃえとかで、唐揚げとかですよ、いきなりそんなねあのお肉みたいな消化にすごく負担がかかるものを食べたり、血糖値が急上昇するものをバーンと食べてしまうと逆効果なんですよ。なんでかって言ったらですね、いきなり空腹の時にいきなりそんなようなものを食べちゃうと一気に血糖値が急上昇なんですよ。そうすると急上昇した分脂肪をどんどん溜め込む幅も増えていくわけなんですよね。
なので危険なんです。ですから断食明けに食べる食事が一番実は大事なんですよ。その時に私がお勧めしたいのは、だってですよ、16時間も我慢した後ってもうお腹空いてるじゃないですか。でなんか食べたいでしょ、やっぱりこう今すぐ食べたいと思うんですよ。そうした時にもういちいち手の込むものを作っていられますかっていうことなんですよね。私は嫌なんです。やっぱりさっと食べたいんですよね。その時にこういったレトルトパウチの、しかももち麦が入ったおかゆがあればベストになるんですよ。でこれにですね、そのおかゆだけでもちろんいいんですよ。これ1パック250入ってるので、あのもちろんこれ一気に1パック食べちゃうと食べ過ぎです。もう断食明けですから、もうこの半量とかもどうかしたらもう3分の1でもいいと思います。それぐらいの量をものすごく100回ぐらいですね、よく噛んで、もう極端にお伝えしますけどね、もうそれぐらい大事、それぐらい噛んでいただくと、より頑張った16時間の断食を、その効果を上げることができるんですよね。でこれが良いのは、あのうるち米の、そのお米だけじゃなくって野生効果の高いそのもち麦が一緒に入っているんですよ。でしかもこれ1人、まあ、250g あたり味付け一切なしで、このうるち米の国産米ともち麦だけしか入ってないんですね。もう食塩すら入ってないんですよ。なのでご自分で調節ができるんですよね。そしてたったの88キロカロリーなんですよ、こんなにいっぱい入ってて。なのであなたはもうこの半分2回に分けて召し上がってくださったら、より効果がアップしますし、またもち麦はあのとにかくですね、痩せ菌と呼ばれる、そのあなたの腸内にいる善玉菌の餌となってくれるのが 1.5 倍も入っているんですよね、通常の麦に比べて。でもちもち食感ですし、まあ、大体大麦と同様の効果が入ってますから、食物繊維も豊富ですし、低カロリーですし、またあのビタミンやミネラルもやっぱり豊富になりますから、もうすごくおすすめになってくるんですよね。なので16時間断食明けの最初のお食事というのは、こういったもち麦が入ったおかゆにしてみてくださいね。ではどんどん参りましょうね。第2位はこちらです。発芽玄米のおかゆになります。このおかゆも16時間断食明けにはすごくおすすめなんですよ。こちらはですね、先ほど の, あのもち麦のおかゆに比べたら同じ 250g なんですが、カロリーがちょっと高めで96キロカロリー、まあ、ほぼほぼそんなにね大差はないんですけども、若干カロリーは高めになりますが、その分ですね、やっぱり栄養価の面であったりバランス面では、私ちょっとこちらをですねご紹介したいなと思って第2位に選びました。こちらの原材料も発芽玄米だけなんですよね。もう完全無添加、食塩すら入っていない、しかも白米も入っていない発芽玄米のみなんですよね。でこの玄米ってですね、その玄米そのものもすごくダイエット効果があるんですよね。もうとにかく栄養価が高くて、代謝も上げてくれて、痩せ菌の餌になる食物繊維がいっぱいいっぱい入ってて、しかも低 GI 食品なので血糖値の上昇を抑えてくれる効果があるんですが、さらにさらにですね、なんとこの発芽玄米っていうのは、この玄米を超えた玄米になるんですよ。よくね、あのもう白米は死んだお米、玄米は眠ってるお米、発芽玄米が生きてるお米っていうね呼び方もされるくらい、やっぱ発芽してる玄米ってめっちゃくちゃダイエット効果高いんですよね。どういうことかというと、玄米の中の胚芽のみを発芽させたものが発芽玄米になります。なので玄米を同じ量食べるよりも栄養価がさらにアップしてますし、また血糖値、同じです、血糖値の急上昇を抑えてくれる、しかも基礎代謝量を増やしてくれるんですよ。この基礎代謝量ってすっごく大事ですよね。だって何もしなくてもカロリーを燃やしてくれるものになるわけですから、やっぱり代謝が低い高いってありますよね。その時にこの基礎代謝を上げてくれる食べ物がこの発芽玄米になるわけですから、もうこれは味方につけない手はないですよね。でこちらもあの1パックいきなり食べては食べ過ぎだと思いますよ。やっぱりせめて2分の1からスタートしていただくと、16時間のダイエットが効果がもっと上がりますので、よくよく噛んでこちらも召し上がっていただきたいと思います。ではここから第1位を発表します。第1位はこちらです。はい、16穀粥になります。
こちらも1バッグあたり 250g 入ってまして、実はねカロリーは一番高いんです、まあ、高いといっても103キロなのでね、103キロカロリーですから、普通の白米お茶碗1杯に比べたらもう全然低いんですけれども、やっぱりあのカロリーだけ見ていてもいけないんですよね。痩せるためには栄養バランスが大事なんですよ。そうするとやっぱりいろんな食材が入っていろんな種類を召し上がっていただくことで腸内細菌の種類も増えたりとか、その分やっぱり効果がですねトータル的にやっぱり取れるなと思って、まあ、カロリーが一番高い目ではあるんですけれども、やっぱり栄養面で考えた私はこちらを第一に選びましたっていう理由になるんですよね。でこちらは、うるち米のベースに餅、あわ、黒大豆、しかも黒米、緑豆、もっちきび、アマランサス、キヌア、あずき、たかびきび、黒ごま、白ごま、ハトムギ、ウオムギ、トモロコシ、ヒエということで、もういっぱいダイエット効果の高い雑穀が入っているんですよね。で私がそこの中でも特に注目したのがスーパーダイエットフードと言われている話題のアマランサスとこのキヌアが入っていることなんです。でこのアマランサスっていうのはもうスーパーグレインと呼ばれているほど、とにかく高栄養食品なんですよね。栄養価がとっても高いんですよ。こんなちっちゃな粒なのでですね、よくまあこんなちっちゃな粒にこんな栄養入ってるねってね、もうあの思うんですけれども、もうめっちゃくちゃね、あの私の主人なんかこれ見た時にですね、え何これ鳥の餌とか言ってね、あの鳥の餌かいみたいなね、そんなあの本当ねそう思わせるような姿をしてるんですよ。めちゃくちゃちっちゃくてですね、でもそれに似合わない効果があるわけですよね。めちゃくちゃ高栄養価な食品なんですよ。でまたスーパービタミン E というのがあなたの中性脂肪を抑えてくれたりとか、コレステロールも抑えてくれたり、またシミやシワ対策にもなったりとかですね、もういいことずくめなんですよね。なのでこのアマランサスが入っているこの16穀米を選んでいます。ではここから最後にさらにこのダイエット効果を高める食べ方をご紹介したいと思います。今までランキング形式で3種類このおかゆご紹介したんですけれども、このおかゆには無添加でしたね、何も入っていないんですよ。そこでやはりダイエット効果を上げるためにはこちら梅干しの力を借りていただきたいと思います。もうおかゆに梅干しってねやっぱり理にかなってるんですよね。もちろんお体にもあのすごく優しくて美味しくって栄養価も高いんですが、ダイエット効果もやっぱりあるんですよね。実は梅干しってすごくね脂肪燃焼効果が高いんですよ。そしてその結果やっぱ代謝も上げてくれるわけですから、食べるだけで代謝が上がったら良くないですか。きつい運動をせずにやっぱり代謝を上げることができるってありがたいですよね。もちろん運動も大事ですよ。筋肉ないとね体が燃えやすくなりませんから、やっぱり筋肉も必要なんですけれども、それプラスやっぱりこういった代謝をそもそも上げてくれる食材をセットで食べるっていうのがですね、もう一番理にかなってるなって思うんですね。そこで今までご紹介しましたこういったおかゆさんに梅干しを入れることで、あなたはですね美味しく食べながら、しかも断食明けの空っぽになった臓器に負担をかけないこと、腸に負担をかけないことが大前提、成功させるコツですから、ぜひこういった簡単にで、ね、わざわざ作らなくても良い、すぐにレンチンですよ食べられる、まあ、もちろんお鍋でね温めてもらってもいいんですけれども、こういったものをですねご自分のためにですねぜひご準備していただいて、常に、まあ、週に1回とか週に2回でも良いので、この16時間断食を取り組む結果、さらにこの食べ方で効果を上げていただければとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。